Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ah, c'est noir à l'ouge, putain. Partons pour la suite de l'aventure. La dernière fois, Tsunade nous avait convoqué pour nous dire que l'on avait une mission, à savoir nous rendre avec nos nouveaux équipiers Sai et Yamato au pont de la terre et du ciel. Mais Naruto n'est pas vraiment très content que ce soit Sai qui remplace Sasuke. Donc on va voir un peu comment ça se passe, mais bon, on connaît tous l'histoire. Enfin, on connaît tous l'histoire. Moi, je m'en rappelle à peu près, je vous avoue que c'est les épisodes souvent qu'on tombait, vous savez, sur lesquels on tombait quand on regardait la télé à ce moment-là. Donc bon. Les perles de Tonton. Ok, 30. Ah ouais, c'est les GG Oculus de Genshin Impact, quoi. J'imagine que du coup, c'est on doit faire s'envoler les corbeaux pour les ramasser sous leurs pieds, quoi. Truc du genre. すっげえムカつくってばよ。おいおい、隊長を前にしていきなりそれはないだろう。ナルト、犯人は信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こんなやつ俺は認めねえ。いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。てめえ、二人ともそこまでだよ。でもこいつは、まったく、そんな調子じゃ今回の任務は成功しないよ。確かにこの班は即席の班で互いのことを知り尽くしているわけじゃない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけないんだ。目的は4人とも同じなはずだよ。わかった。はい、さあそれじゃ天地橋に向けて出発だ。みんな仲良くね。Perle de Tonton. Hop, on va prier. Non, en fait, je suis très bas PV. On va aller manger. Quoique, non, on va pas les manger. On va mettre de la pomane. De la pomane. Ouais, de la pomane.
Hop, une autre perle. Non, graine de soja. Ok. する前に一つやっておきたいことがあるんだけど。やっておきたいこと？前にも言った通り、今回の班は結成して間もない上に互いをあまり知らない。だからここは実力を確認するために一つ手合わせをやっておこうと思ってね。手合わせですか？これから二人一組のバディを組んでもらって、チームはナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの2つ。ゲッ！よろしく。この手合わせを通して君たちの戦い方を把握させてもらう。チームの連携は任務の成否に関わることだから、3人とも気を抜かないようにね。了解。よし、それじゃ始めるよ。 OK, let's go.OK. Ne me manque pas.Et l'autre qui fait sourire derrière.惜しかったね。ゲッ！ちくしょう！なるほどね。さっきので二人の実力がよくわかったよ。サイ、お前、仲間って言葉知ってっか？知ってますが、それ…てめえ、なんでもっと援護しなかった？お前の援護があれば。援護があれば隊長を倒すことができましたが、それはどうでしょうね。あの時の君は明らかに冷静さを欠いていた。そんな人に肩入れすれば逆に僕にも危険が及ぶ。んだと？個人能力の低さを人のせいにしないでください。今回の失敗は君自身が招いた結果です。お前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら
何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト。さ、手合わせは終わりだ。あ、はい。Naruto qui mûrit tellement qu'il frappe pas celui qui insulte son pote. C'est beau. Eh bah putain. Il perd ses perles partout l'autre. Bah, c'est un corbeau qui lui a piqué, je sais. Hop, encore une perle. À mon avis, il y en a une dans chaque map. Soro soro tenchi kyoka. Yoshi, koko de kyūkei o toru yo. Sore ja, jiko shoukai shite morou ka?名前と夢とか、ま、そんなのだ。名は、ウチハ・サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから、夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は、一族の復興と、ある男を必ず、殺すことだ。気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにも。ナルトはサスケ君のこと兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったらその気持ち少しはわからない？いや、全く。え？僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時、僕は何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔を作ればよいのか、それすらわからなかった。Ah, c'est vrai que l'histoire de Sarg, assassinat, tout ça, entre partenaires, c'est...C'était compliqué. さあ、僕らも行きましょうか。サイ、何です？Je t'aime pas。私、あんたがサスケ君の悪口を言うたびに殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケ君を救うためなら、サスケ君をバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケ君を救うためなら、あんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルト君に。Merci pour le follow, 14 mai. どうしてそんな感情が湧いてくる？Bienvenue à toi. 僕にはわかりませんが。何やってんだよ！早く行こうぜ、さくらちゃん！Ok. Un gros combat nous attend.
hop, plus chanceux. Ok, on y est. Yep. よし、それじゃナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。わかりました。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきませんが。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハサスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこにウチハサスケもいます。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら、僕は消されてしまう。分かった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかしら。オロチマル、その装束、懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな、これ以上は迂闊な行動はできない。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護を。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。バカな、バレていたのか。最初からバレバレなんだ。どういうことだ。カブト、お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな、僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だ。さて、そろそろ後ろにいる小ネズミ3匹ここへ呼んだらどう。すべてお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、そう。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。てめえ。サスケ君のことが知りたいな。力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。持ち上がれ、ナルト。おっと、ここから先へは行かせないよ。カブト、オロチマル様はナルト君と遊びたがっている。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。
あの二人の戦いに僕らが入り込む隙なんてないというの。さあ、見て。来たわね。憎いかしら、この私。オロチマル。なんでだよ。なんでそんな風になっちまったんだ、お前。俺には俺の道がある。おい、オロチマルのところへ。このジャク面白くなりそうじゃない。Alors, est-ce que c'est un simple duel ? À mon avis, oui, parce que le terrain n'est pas vraiment propice à combat de boss, ouais, non ? Allez, combat de boss, j'ai rien dit. その程度、私のサスケ君以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。Libération des quatre queues。Attaque sur un chemin lui-même, mais faites attention au serpent. Fusil de chakra. Je me disais, je vois plus mon...
Marrant ce combat. J'ai le full truc. On va avoir la... le souvenir. Bijou là-bas. Mais c'est trop stylé ce genre de combat, je surkiffe. Massacre inévitable. Le nom de certains trophées. On va devoir y aller à coup de beau couteau.決着がついたようだね。え？早々にオロチマル様と合流しなければ。カブト！サクラ、カブトは後だ。今はナルトの元に向かうよ。どういうことです？どうやら最悪の展開になっているようだ。そろそろか。On va avoir un gros combat sûrement aussi là. Normalement il revient sur le pont. Je sais plus.
C'était bizarre. J'entendais des bruits de pas pendant qu'il y avait le temps de chargement. C'était étrange. Naruto est en danger, mais avant ramassons du miel. Et le pont qui explose. Ouais, c'est ça en fait, normalement ils sont en train de se battre sur le pont quoi. ついに動き出したか。だけど今はそれどころじゃない。これは。Et ça, il laisse. Ouais, voilà ça. Là, ils ont fait en sorte que ça, il se barre pour. En mode, mais bon. やっぱり予想通りだ。キュービの封印が解けかかってる。Ouais, Kakashi, ouais, voilà, c'est ça. Ça a changé en fait l'histoire un peu. Pourtant, le jeu est sorti au moment où il y avait Pain, quoi. Donc, l'histoire était déjà passée. Là par contre c'est pas combat de boss.動きが止まった。よし、今だ。火影式自順術、各案に記念すべし。なんとかなったか。ナルトは大丈夫なんですか？ああ、なんとかキュービのチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって一体どうやって？僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれた。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あのサイのことなんですけど。サイのことはもう分かってる。
え？ま、そのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を覚ます頃。ナルト！あれ、さくらちゃん？俺ってば、なんで？よかった、本当に。ご無事なようで何よりです。なかなか楽しい遊びだったわ。これからどうします？一度アジトに戻るわ。ん？私に何か用かし？Je le déteste, le bouton. En vrai, le gars. Il avait tellement prévu. Même avec son passé, ça reste une pourriture. Non, mais oui. Le gars, il avait tout prévu depuis le début, quoi. C'est n'importe quoi. おかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ、信じてあげましょう。どうも。私と交渉したいとか言ってたわ。はい。ここで話もなんだから、アジトで聞くことにするわ。やはりね。サクレサイ。前からサイの行動は不審な点が多くてね。だから僕の分身隊を見張りにつけていたんだが、どうやらサイはオロチマルと組み、彼らのアジトに向けて出発したようだ。あいつ一体何考えてんだってばよ。見張っている限り、サイは個人的な理由で動いているようではなかった。じゃあなんで？これはまだ推測の域を出ないが、サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け行動していた。まあ、でどんぞか。そしてサイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えれば。でもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってばよ。おそらく第二のこの葉崩し。そんな。何にしてもこのままサイを放っておくのは危険だ。OK. Bon, en tout cas, on a bien avancé. Dès que je trouve un point de sauvegarde, on s'arrête juste là. Normalement, il y en a souvent, donc on devrait pouvoir tomber dessus.Bien normalement. Qu'est-ce qu'il vend lui?On va lui prendre de la pommade.
Ok, parfait. Un point de sauvegarde. Merde. Ça me fait pas rentrer, putain. J'ai essayé de sauvegarder, ça m'a fait parler au Yamato. Sur ce, je vous dis à tous, ciao, à PS, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous.